フェラーリ2 0 0 4は、スクーデリアフェラーリが2004年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーで、ロス・ブラウンとロリー・バーンが設計した。2004年の開幕戦から2005年、第2戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは655。2005年は、第2戦まで、2 0 0 4 m が使用され、 その後2005年から2006年のオフシーズンにかけて248回、1に搭載する V8 エンジンティポプ056のテストにも利用された。2003年シーズンにおいて最終戦までタイトル争いがもつれ込む辛い展開となったフェラーリは2004年にはマシンの信頼性がタイトル争いのアキレス圏になるだろうと予想し、前年型の F2003 が 発展開発する方針を取った。サイドポンツーンの形状は、リファインされる程度にとどまった。カイ2003側空力的に神経質な面を持っていたため、カイ2004はそれを改善するために若干ダルな、部分が見受けられる。ロールフープ部分には、ミッドウィングが装着され、リアアクスル上にもウィングがテストされていた。フロントウィングは、メインプレーンに段差が、 翼端近くにあるほか、リアウィングは翼端渦に考慮して、翼端板と接する部分は斜めにカットされている。リアボックスケーシングは、回2003までのチタン製から、チタン製ハウジングにカーボンファイバーを覆う、複合構造にして 10kg の軽量化を果たした。フロントウィングは、ハイダウンホースサーキットでは2枚フラップの3枚仕様が、主に使用されたが、 ミドルローダウンホースサーキットや新型を投入した第12戦ドイツ GP 以降はすべて1枚フラップの2枚仕様となっている。1グランプリ1エンジン規則が導入されたこともあり、回2004は開幕戦から投入された。先代のマシンである回2003がを踏襲しているが、ノーズ状のカーナンバー表記が黒から白に変更された。また、 エンジンカバーいっぱいの大きさで描かれるマールボロロゴは第5戦スペイン GP 以降サイズが若干縮小された。さらにボーダフォンド後にも若干変化が見られる。第14戦ベルギー GP でフェラーリは開一3700戦目を迎えた。それを記念してウィングレット翼端板に翼端板の形状を模したデザインの記念ロゴを貼り付けた。 第6戦モナコ GP での F2004-2004 年1月26日にチームの本拠地であるイタリアマラネロで発表された。その後1月31日にミハイル・シューマッハによってフィオラのサーキットでシェイクダウンが行われた。シューマッハ自身は新車発表会で2004年シーズンはすごくタフなシーズンになると述べていた。しかし、 実際開幕してみると2002年の再現であった。シューマッハは開幕から第5戦まで5連勝。第6戦モナコ GP ではトップ走行中に追突されてクラッシュリタイヤとなってしまったが第7戦から7連勝。ルーベンスバリチェロも第15、16戦と連勝した。両ドライバーは1回ずつリタイヤしたが両方とも他車と絡んでクラッシュで メカニカルトラブルはなかったというほど信頼性に優れたマシンだった。このシーズンは15勝 10PP と大活躍をした。新型パーツの投入も絶え間なく継続された。第40003割の GP ではコンパクトなエンジンカウルを投入。同時にミッドウィングも小型化された。当初はサイドポンツーンの排熱にルーバーを用いていたが、第6000モナコ GP 以降は、 チムニーダクトに変更。これは空力面についても意識しており、路面に対して斜め上を向いている。フロントウィングは第12戦ドイツ GP で中央部分を大きく湾曲させた新型が投入された。実戦ではロスブラウンによる効果的な作戦が行われた。フランス GP ではピットストップを四回もすることで走行時の燃料を少なくして、 スピードを上げることができ、最終的にポールシッターのフェルナンド・アロンソを逆転するなど、ブラウンらしさの現れたレースだった。ミハイルの7度目のタイトル獲得を祝福するサインボード。このベルディ GP でシューマッハは自身7度目のドライバーズタイトル獲得を決めた。この GP では気温がそれほど上昇しなかったため、チムニーが コースの内側となる右側のみ装着されていた。シャーシュ二2004と海 2004M に搭載されたティポレーゴさんエンジン二2004は234から241の8台が製造された。このうち実際にレースに出走したモノコックは234から236,239から241の6台だった。三十七は 第2から5、7、8、10から13戦で、スペアカーとして、第9戦で、T カーとして持ち込まれるにとどまり、238は、テスト専用シャーシだった。なお、234は、2005年6月28日に、フィオラノで開催されたオークションに出品された。ヘレスサーキットで、回 2004M をドライブするシューマッハ。フロントウィングとリアウィングが、 F2004 とは全く違う形になっている2005年シーズンは大幅にエアロダイナミクスなどの規則が変更されたがフェラーリは新車会2005をほぼ完璧な状態にしてからデビューさせたかったものの開幕までに開発が完了しないことが予想されたそこでチームは暫定マシンとして会2004に2005年レギュレーションに適合するような改良を施した カ 2004M を製作した。カ 2004M の M はイタリア語で改良されたという意味のマダファケイトから付けられた。ノーズのボリュームが増し、フロントウィング中央部に小さなウィング上部品が取り付けられていた。リアウィングやディフューザーも規定に合わせて変更された。プレシーズン2005年1月20日にフィオラのサーキットにおいてアンドレア・ベルトリーニによってシェックダウンされた。 同月28日から行われていたバルセロナ合同テストに持ち込まれ、シューマッハがドライブした。2月2日から行われたバレンシア合同テストでは、バリチェロがドライブを行った。シーズン開幕開幕戦は、雨の影響で予選が混乱。後方からのスタートとなったシューマッハは順位を上げて、行くも中盤にニック・ハイドフェルドと接触して、レースを終えた。 バリチェロが2位表彰台を獲得。この時点ではチームもシーズンを楽観視していた。しかし第2戦のマレーシア GP ではドライコンディションで行われたが両ドライバーとも予選で10位以内に着くことができなかった。決勝でも上位でクラッシュがあったためシューマッハは7位入賞できたがバリチェロがリタイアと散々な結果を突きつけられた。 これは、フェラーリ陣営を慌てさせるには十分で、当初の予定よりも2001ヶ月早めて、カイ2005が投入されることとなった。カイ 2004M は、第2戦で役目を終えた。マレーシア GP では、排熱用のルーバーとチムニーの併用が、初めて採用された。シャーシエンジン2005年シーズン終了後、テストでは、カイ2005よりもカイ2004や F2004M が、 盛んに使われた。また、V8 エンジンテストでも使用されるなど、マシン自体の素質は、回2004の方が優れていた。また、モートジッピーライダーのバレンティーノ・ロッシュが2005年のカラーリングを施した回2004でテストに臨んだ。赤一式のヘルメットを着用し、首に無理な負担がかからないように、ヘッドプロテクターは厚くされていた。一部では4輪に転向か との噂が立ったが、純粋なテストであった。6月24日に行われた、フェラーリ創立60周年を祝うイベントで、シューマッハが F2004 で走行した。当日は、過去のフェラーリ界一マシンも多数参加し、今までのフェラーリ界一ドライバーたちが、ドーナツターンなどを披露した。2008年以降に使用されている、フェラーリ製。 A1 グランプリカー2005年に新たに始まった A1 グランプリは当初ローラ製のシャーシを使用していたが2008年から2009年の A1 グランプリから使用される A1 グランプリカーのベースとなっている。回2004と同じくシーズンを設見したマシンの一部を掲載。ありがとうございます。